回はカントリーマーム風クッキーです。フードプロセッサーにメタルパーツをセットしてバター 100g 入れます。砂糖 50g 入れます。蜂蜜を 30g 入れます。バターがペーストになるまで混ぜていきます。220g、ベーキングパウダー小さじ1杯入れます。一塊になるまで混ぜていきます。丸めて30等分にカットしていきます。板チョコを30等分に刻んでいきます。一つずつ丸めて伸ばしてチョコを包んで丸めていきます。インダクションレンジにライフライパンをセットしてクッキングシートを敷きます。生地が膨らんでひっつかないように離しながら並べ、インダクションレンジプレートモード170度で10分焼きます。焼けたらヘラで取り出します。冷めると外はカリッと中はしっとりのカントリーマーム風クッキーの完成です。ぜひ試してみてくださいね。